いつも学びある動画をありがとうございます。今、2歳と5歳の息子がいます。三崎さんがお子さんの頃はどんな幼少時代を過ごされていましたか、僕ね、子供の時からね変わってたんですよ。もう本当、変わり汁みたいな感じだったんですよね、うん。本当に変わってましたね。でね、ずっとゲームしてましたね。もうゲーム。ゲームが大好きだったんですよ。はい、でおばあちゃん子で、まあ、最近亡くなっちゃったんですけど、おばあちゃんの家にばっかり行ってましたね。うん